はい、今回は、ワードプレスのメディアに画像をアップロードしてみたいと思います。まず、ワードプレス管理画面からメディア、こちらをクリックしていただくと、こちらの画面に行くことができます。こちらの新規追加をクリックしていただいて、ファイルを選択、こちらをクリックしてください。で、アップロードしたい画像を選択していただいて、開くを押してください。これでメディアにアップロードすることができました。今回は以上になります。